にちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、今見ていただいたこうドラムソロ、ファンク系でもジャズ系でも使い方は違いますかっていう、こうフレージが違いますかねっていう話をされたんですけど、もちろん違ったフレーズはあるんですけど、こういった今日やってる、これを中心にやるんですけど、この3つのね、手足っていうやつと3ストロークのまあ組み合わせ2種類をやるんですけど、今見ていただいたみたいにジャズの方だともうお気づきの方いると思うんですけど、休符いっぱい使えばいいんですよ。で、音量の上げ下げなんかもすれば、いいわけですね。で、何が違うかっていうと、要は僕の考えです、あくまでも僕の考えですけど、ファンク系とかフュージョン系のドラムソロっていうのは、まあ、あくまでもリズムパターンの変形でいけるんですね。なのでこうもうずっとこのフレーズを叩きっぱなしにするというか、まあシンバルに移動したりとかしたものを作ってるんですが、叩きっぱなしにして埋め尽くすみたいな感じになって、休符があんまりない感じになるんですね。でもちろん休符作ってねやる上手な人ももちろんいるんですけど、まあどっちかというともう4小節だけガーって盛り上げてほしいみたいな感じの使い方されることがすごく多いじゃないですか。なのでゼロから組み立てるっていうのはないんですけど、ジャズの場合は32小節ワンコーラスみたいなドラムソロが回ってくるんですね。そうするとメロディーとして使うとすれば、やっぱ休符たくさん使わなきゃいけないし、音量の上げ下げ、要はたくさん叩いてるのは後半は来てもいいけど、前半からたくさん叩く、まあ前半たくさん叩いて一旦やめてっていうのもありだから、絶対じゃない、絶対じゃないけど、そういう傾向にあるってことですね。で、今回はほぼほぼこの3つのフレーズしか使っていません、さっきのデモンストレーションではね。で、これの練習の仕方を今からやっていきたいと思います。ではまず、1番目、ABB って何か、 A っていうのは僕の3ストロークって言って、右左左、これを A って考えます。で、右右左、これを B と考えます。そうすると A と B だけの組み合わせでやると、単調になってしまうので、 ABBABBAB、 特にジャズ寄りなフレーズっていうのは裏拍の方が多いので B を増やすといいのね。なので ABBABB、 僕がよく使うのは BBA ですね。このフレーズをよく使います。で、3拍でまたいでいくとずっと長く引き伸ばせるんですけど、最初のうちそれやるとなんかもうちょっと訳がわからなくなってしまうので、もうこの ABBABBAB で覚えてしまいましょう。もうこれでいいです。もう究極これでいいです。だから、ね、これです。で、これをタムに移動したり、あとシンバルに持っていくときは足もついていきます。で、ハイハットはまあファンク系だったら8分で、これここに書いたんですけど、これ読み替えね、これの読み替えは ABB から A に行くときに足がダブルになるので、僕の場合はボンというふうに、これでダブルを入れています。ここだけを気をつけましょう。ここも全部セットで覚えてください。こういうふうにしてね。で、ハイハットをもう踏めない人はもうシンバルとこれだけでいいと思います。もちろんでもタイトにしたかったらこれ踏みながらで練習してもらえば、もうこれを連打するだけで十分だと僕は思ってるんですね。で、もしそのもうちょっとって方がいたら、今度はまあ順番変わっただけです。BBA になってるだけなんで、ここからスタートすれば BBABBABA なんで全く同じです。動き的には変わってないですが、裏から始まるというのがジャズっぽい。感じで練習してもらえるといいかな。で、ついでなのでこう3連系だと手足面上こうなってますね。左手をこっちでキープすると
このスニアのところがこれがタムだといいですね。これがね、そうすると左手ここで固定で右手が1231231212、こういう風にするとまあロック系なんかファンク系なんかでも全然使えるし、ジャズとしてこういう風にジャズはもっともっと逆に言えば簡単だとか思ってて、ハイハットだけ踏んでる。こうやってやれば盛り上がるし、音量上げたり下げたりするだけでこうむしろあの顔でやる。なんかこう顔で表情つけるみたいにこうなんかこう音の音量差をとかをつけると、やってることはもうこの今書いてあるこの3つのフレーズのシンバルに持ってったりとかタムの移動してるやつしかやってないんですよ。これだけで十分もう1時間それやれって言われたら僕はできますね。相当給付使えますよ。もうむしろハイハット踏んでる時間めちゃめちゃ増やして、やれって言われたらできます。で実際ね、それぐらいそんなにボキャブラリーいらないんですよ。でこうロック系のやつでやっていくと、基本そのロックの場合はそのドラムがあんまりこう強弱をつけない方が良かったりして、そのドラムはずっとこうフォルテで叩きまくっていて、でアップダウンはその叩く場所で多少アップダウンをするけどっていう形で、音量差って大体3段階ぐらいしかないんですけど、ジャズとかやっぱりやろうと思ったらもっともっとつけるんですよ。まあそれは別に練習すればすぐできるので、だからちっちゃくするのがやっぱりロック系の人って怖いじゃないですか。でそうすると音量がずっとフォルテだともうボキャブラリー増やすしか方法がないんですよね、変化つけていくのに。で給付つけるのも怖いしみたいな感じになると、だからそのものすごいこうボキャブラリーたくさん増やそうとしちゃうんだけど、むしろ自分の得意なボキャブラリーを、がっつりちゃんとグルーヴして使えた方が絶対いいと僕は思ってて、そうするともう僕のドラムソロって結構単純なことやってて、ただエルヴィン・ジョーンズなんかもドラムソロ撮ってみるとそうなんですけど、複雑なことそうやらないんですよ。やってることは同じなんだけど、このメロディーのここの部分にこれを持ってくるかとか、あこのメロディーが浮かんでるんだろうなっていうのがすごい分かるとか、叩いてないところに音が出てくる、聞こえてくるみたいなものがすごいあったりするんですね。これはまた別の動画でやろうと思ってるんですけど、という凄さがあるんですよ。なので意外と撮ってみると同じパターンばっかり出てくるんですけど、全部に表情がついてるってところにエルヴィンはすごいところ、やっぱり歌なんですね。だから飽きないんですよ、たくさん聴いてて長く聴いてても飽きない感じがする。でこういうスタイルでずっと同じ音量であまりにも正確にやってしまうと、やっぱりどうしてもずっと同じに聞こえてしまうので、まあおすすめはですね、やっぱりこう思い切って給付を開けてしまう。まあこうするとやってることが比較的同じことを繰り返してるけど、なんか展開されてる気がするというか、考えてる時間っていうか、こう歌がない時間っていうのをたくさん作るとファンク系とかでも結構うまくいくんじゃないかなと思います。4小節とかだったらもうこのボキャブラリーを頭から順番にガーッてやってって、いろいろバリエーションやってもうリズムに戻ってしまえばいいので、このプリントの練習方法としてはもうリズムパターンやってこれやって、リズムパターンやってこれやって、リズムパターンやってこれやって、でこの1段目と2段目はシンバルに移動できるので、
習してもらえばファンク系でも全然使えるし、ここのファンクのリズムのとこ4ビート、このように順番で練習していただければもう結構身につくと思うんですよ。でむしろこの3つを滑らかにいかにできるか、ちょっとこう表情をつけれたりとかすれば、それだけでドラムソロってそんな困ることは僕はないとは思っていて、なんかその思い切って休符が疲れるなる、ここもこれがまあまあ怖いんですよね。やっぱり僕もあの休符ね使うの怖くないなと思い始めたのは本当にまあここ10年ぐらいかな。それもやっぱ30代の頃とかはいや分かっちゃいるけどやめられないっていうところがあるんですね。でやっぱりすごく慣れてきて、そういうのもう最初からできることがいますよね。そういうのはね、こういう給付、そこ給付使うのみたいなね、石若くんとかも最高ですよね。彼は本当にセンスの塊みたいなね、江藤くんとかも、ね、若い時からこういうのできてたのね、本当すごいなと思いますね。というこうセンスっていうのは何かっていうと、やっぱり給付を使えたりとか、やっぱりそのスティングが言ってたんですけど、音楽に一番大事なのはサイレンスだと言ってるんですね。これが分かっちゃいるんだよって僕はもう本当20代30代の頃は思ってましたけど、本当にあのなかなかできることではないと思いますが、やっぱり意識して一回やってみると、あ意外とできるなっていう成功体験で、やっぱりだん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 給付が使えるようになっていくので、全く給付は辛いですけど、ハイハットさえ踏んでればさほど怖くはないので、一度ぜひセッションの中で試していただいたりとかすると、おとかね、イエーイとかが増えるんではないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。